所沢市にあるスタジオ NBA バレエ団は埼玉県所沢市に本拠を置く一般財団法人のバレエ団。創立は1993年。バレエを通じて日本の人々の文化生活を豊かにすることを目的とし、多くのバレエ作品を公演している。芸術監督は久保一。団員百数十名やスタッフ、目的に賛同している多くのスポンサーと全国の スタジオ教室の会員が支えている日本を代表するバレエ団の一つとしてバレエ芸術を発信している。NBA バレエ団とは特定非営利活動法人日本バレエアカデミーバレエ団の略称である。2001年 NPO 法人 NBA バレエ団という名称で東京都から認可され定価を変更し2004年 NPO 法人日本バレエアカデミーバレエ団という名称で 埼玉県から認可される。正当な古典バレエの復元に力を注いでいて、作品の継承者を振付家として招聘して、伝統ある古典作品を相次いで講演した。ロシアとの関係が深く、公演で、しばしば、マリーンスキーバレエその他から、ロシア人ソリストを客演に招いているほか、復元した作品も N ボスクレセンスカや、セルゲイビハレフ。 ガリーナサムソバラロシア人による振付のものが多い。2012年芸術監督に久保孝一が就任してからワールドクラスでグローバルなバレエ団として世界水準の作品を数多く公演し著名な振付家を世界から招聘し NY 式バレエ団や ABT のプリンシパルなど過去100名以上のトップダンサーをゲストとして招聘し 日本を代表するバレエ団の一つとして最高レベルの芸術作品を相次いで講演している。国内バレエ団の中でもレパートリーを多く有し、古典からコンテンポラリーまで数多くの全幕を講演し、ハイレベルな団員と企画で感動を与える作品を上演し、日本の芸術の振興と発展に寄与している。バレエ学校も併設しており、優秀なる人材を輩出している。 毎年1月には NBA 全国バレエコンクールを主催し海外の有名バレエ学校から審査員を招聘し、ボリショイバレエ学校の校長、ロイヤルバレエ学校やミラノスカラザの校長なども審査員を務めた。国内審査員には国内の各バレエ団の芸術監督やプリンシパル経験者40名が審査に当たっており、国内では ローザンヌ国際コンクールへの登竜門として権威あるコンクールである。国内外のコンクールでの上位入賞者が数多く在籍しており、海外の有名バレエ団で活躍した経歴を持つ団員が多い。正当的なダンスクラシックを習得し、なおかつあらゆるジャンルの振付への要求に応えられる、実力を持つ才能をあふれるダンサーで構成されている。 日本バレエアカデミーバレエ団定換。P12021 年2月8日閲覧。NBA バレエ団の遠隔。2021年2月8日閲覧。特定非営利活動法人日本バレエアカデミーバレエ団。2021年2月8日閲覧。ありがとうございます。